インチキの時はちょっとしくじっちゃって、撮影時に録音されてなかったんでアフレコになってしまいます。今これ見せようとしてるのはお客さんのサドルがね、こうちょっとこけちゃって、ほらね、これ自転車のサドルにありがちなこの傷、擦れちゃうと白くなっちゃうんだよね。白くなっちゃった場合、こうマジックで塗りたくなるんだけど、まあ黒いサドルだから。だけどこのマジックで黒く塗るとダメなんだよね。いかにもマジックで塗りましたよってなっちゃうわけよ。じゃあどうすんのよっていう、はい、じゃあどうしたらいいのよって話になるわけだけど、まあマスキングして、これエアダスターってご存知ですかね。パソコンとかカメラのホコリを飛ばす空気しか入ってないスプレーみたいなやつが売ってるんですよ。でこれ先っちょの赤いやつをちょっと切ってるんですね。でこれを使って、まあコンプレッサーのないご自宅でも DIY で、やっちゃえるわけよ。これをこうプシュってやるわけだ。マジックペンのとっさきにですね、こう向けてこの空気をプシュプシュってやると、こうまるでこうエアブラシのように吹けるんですよ、黒い色がね。でこれでいいかなと思ったんだけど、よく見たらね、このちょっと境目がね、こうあらわになっちゃったんで、ちょっとこれじゃ不自然かなと思ってやり直し、境目をね不自然にしないので、こうやってマスキングテープを一回ちょっと部分的に折って、持ち上げながら貼ってるんですよ。これなんていうの、ピタッとこうマスキングするんじゃなくて、あやふやにこうね折ってね、折ると持ち上がるじゃない、こうなんつうの、こんな感じ、はい、あやふやなマスキングをして、今これ試しに吹いてますね。こうプシュップシュッといくわけよ。こう境目がね、あやふやな感じで吹いてやると、こう不自然さがなくなるんですよね。はい、さあどうでしょうか。先ほどこう白くなって気になっちゃったところが目立たなくなった。これでこう、まあね、そのサイクリングの朝に気にならないような状態になればいいのかなと思います。まあ、ご自宅にあるもので、誰でもできる DIY ってやつでございますんでね。まあ、はい、OK 牧場、またねー。